回の表の福岡大栄の攻撃を迎えます。マウンド上は園川、今年がプロ14年目のシーズンになります。36歳になります。今シーズンここまでは2勝2敗防御率 4.85。 1回の表は三者凡退に終わりました福岡大栄。4番の城島からです。不審の国防が外れて昨日から4番の座に座る城島。土屋さん、はいどうぞ。王監督にもその点聞いてみました。城島選手この2、3年本当に全てにおいて慣れてきたねということなんですね、はい、そしてやはり自分でも自信を持って今ピッチャーをリードできるようになったと目を細めています。はい、その城島なんですがやっぱり今日もそのピッチャーの長井のいいところを十分に出したい。ポイントになるのはやっぱりストレートとそしてフォークボールの要求しどころだろうと。そうでしょうね。しかし昨日もチャンスでのこの城島、相変わらず勝負が早いなという感じは否めませんね。もうファーストストライクからどんどん打っていくタイプですからね、それは山崎さんはどういうふうにご覧になってますか。いやそれはもう構わないと思いますよ。そうですか。ですから積極的にそのファーストストライクから打っていくのはいいんですけれども、やはり狙ったボール以外のボールはやっぱり見送る、ということも大事だと思うんですよね。なるほど。何でもかんでも、もうストライク打っていこうといってもなかなかうまくタイミング取れるものではないですから。はい、城島倒れてワンアウトです。バッターボックスにはニエベス、スイッチヒッターのニエベス、今日は右バッターボックスで登場です。2球目を叩きました。高く上がったセンターフライ、意外にボールが伸びています。ベースにくっついた、ジャンプ取れません。ツーベースヒットになりました。惜しかったですね。よく取りましたね。少し抜いたボールなんですよね、アウトコースの、うまくついてきたんですけれども、少しバットの先っぽだったと思うんですけれども、はい、打球が伸びましたよね。そして諸角、これを掴んでいれば大ファインプレーだったんですが、グラブに当たってましたけど ね、いいタイミングでジャンプしたんですが、ワンアウトから長打が出ました福岡大栄です。今日は昨日に比べると風はほとんどないと言っていいでしょう。ホームからセンターへの追い風4メートル。マリン球場にしたら穏やかですね。そうですね。通常このスタジアムホームからセンター方向の風が吹くと割とこう雨になりやすいなんて言い方をするんですけどね、今日は非常にいいお天気でゲームが進んでいます。この後も雨の心配はなさそうです。ワンアウトからチャンスを作りました福岡大栄です。バッターは秋山。そうですね、そういえば普段のこの球場の風とは違いますね今日はね。そうですよね、普段と違うと守る方もまた若干ちょっとこう違う注意がいるのかなっていう感じがしたりします ね、常に内野手も外野手も風の方向というのは確認しておく必要ありますよね。そうですね。土屋さん、はいどうぞ。今日のこの風のないマリンスタジアム、王監督は非常に喜んでいました。この2戦やはり悪天候の中での試合となりましたよね、はい、しかし今日はやはりこういういい天候の中なのでいい試合をしたいと、このようにおっしゃ、言っていました。ショートの横、追いついた小坂、一塁はアウトです。セーフ、セーフです。一塁はセーフ。初芝が取ってればね、ちょっとジャックル、ジャックルしたんですよ。記録はもちろんヒットですが、いいプレーでしたけどもね、小坂よく止めました。もちろんセンター前に抜けていればニエベスがホームインということもありました。落としてます、ちょっとジャックルですね。グラブに入ってないんですよね、ワンアウトランナーが三塁と一塁です。バッターボックスは松中、先制のチャンス福岡大栄です。昨日はこの松中が千葉ロッテの小宮からライナー性のあたりライトスタンドへ突き刺しています。
初球を叩く。センター諸積バックホーム。中継の小坂ホームには投げません。ニエベスが先制のホームを踏みました。1点先行福岡大栄です。2回の表先制点を取りました福岡大栄です。少し甘かったですねコースがね、はい、やや詰まった打球なんですけれども、松中も引っ張る気持ちはなかったですね。押っつけて打とうという、左と左というところで引っ張る気持ちはなくて押っつけていこうという気があったから簡単に外野フライ上がったと思うんですね、はい。まあ、ダイヤの方も今日は割と軽く1点が取れましたね。そうですよね、しかしこの回の先頭バッター城島を打ち取ったピッチャーの園川はどうなんでしょうね。ニエベスに打たれたのも決して悪いボールではないし、秋山の内野安打も悪いボールではないですよ、はい。ここはまあ大栄がうまく持っていったということになるんでしょうか。まあそうですね、はい。まあ、秋山のショート内野安打も初芝が取っておればね、ツーアウトランナーサードという場面でしたから。そうでしたね、ツーアウトでランナーは一塁です。まあ、その他からしたら少しついてないかなという感じがありますけど ね、 そうですね、決して悪いボールじゃないですよ、はい。8番バッターの湯上谷に相対します。これは綺麗に三遊間を破っていきました。今のは失投ですよね。コース、そして高さもベルトのあたりでしたかね。そうです、真ん中、ほとんどもうど真ん中と言っていいところですよね。ホームランバッターだったらヒヤリとするところですね、はい。ですからこの回3本ヒット打たれてますけれども、湯上谷に今打たれたヒットだけですよ、甘いボールが、はい。さらにここから追加点を取っていこうという福岡大栄です。ラストバッターの井口、まあ、一時戦列を離れていたこの井口なんですが、今現在のバッティングの状態は山崎さんどういうふうに見てますか。あまり良くないですね。良くないですか、タイミングはうまく取れてませんよね。タイミング、はい。これは軽く持っていってレフト前です。さあランナーが帰ってくる。福岡大栄2点目。連打で点を取りました福岡大栄です。今のもどうでしょう、やや低めなんですけども、スライダーが真ん中ですよね。真ん中、少し今日はストレート、それからスライダー、こういったボールに頼りすぎているようなところありますね、はい。緩急という意味ではカーブが少ないですね、まだここまで。あ、そうですね、はい。その子はというのは独特のカーブをうまく生かしながら、ストレートを投げてるというタイプのピッチャーですから、もう少しカーブを入れた方がいいと思いますね、はい。なおも追加点のチャンスです。福岡大栄打順トップに帰って柴原です。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れましたが、これも捉えているサードゴロでしたからね。そうでしたね。大道同様、この柴原も昨シーズンはその回に対して3打数2安打、6割を超えるアベレージを残しています。2塁と1塁にランナーです。2回の表の大栄の攻撃、今のもスライダーですか。今のはストレートじゃないでしょうか。ストレートですか、はい。ストレートですね。あ、そうですね。これでカウントを整えて
この後どういう組み立てをしてくるか、その川清水のバッテリーです。結構その川のカーブっていうのは大きいですからね、はい、もう少しカーブを放って打者のタイミングを狂わすっていうことが必要だと思うんですよ。大栄の打線がその川のスライダー系統を狙ってる嫌いがあるんですよね、追い込んでからの4球目ライト前ヒット。さあランナーが帰ってくる。バックホーム初島はどこにも投げることはできません。3点目が入りました。今のもストレート系のボールですか。今のは少し変化してますね。スライダーなのかフォークなのか。フォークにしてはほとんど落ちが甘いですよね、スライダーじゃないかと思うんですね。スライダーですか。スライダーが近めから行ってますね。ほとんど曲がってないですね。3連打です。福岡大栄初回あれだけいいピッチングをしたのに人が変わったようですね。いや本当そうですね。普段のその川よりはちょっと力を入れすぎだと思いますよね。投球に力んでますね。そうですか、はい、力みがあります。もっとその川のいい時ってのはゆったりしたフォームで来るんですよね。ええ、バッターは柳田です。初球打ち、これはショートゴロ。小坂ちょっとジャックリしましたが一塁アウトです。ランナー2人残塁に終わりました。しかし福岡大栄この回5本のヒットを集めて3点を奪いました。2回の表が終わって3対0と、まあ、今日も主導権を握ったのは福岡大栄ということになります。その川にしてみれば何かこうあれよあれよという間に3点を失ってしまったという感じになるんでしょうかね。まあそうですね、秋山の、ショートゴロですよね、はい、小坂いいプレーをしたんですけれども初芝があれをポロッと落としたとジャグルしたとあれが痛いと思いますよね、はい、そうですね。ただその後勝負球がみんな甘くなってヒットされてますよね、それと何度も言いますけれどもカーブの使い方が少ないというやはりストレートとスライダーではタイミング的にそんなにズレがないですから、大打線がスライダー系統を狙ってきていると両方さばけるという形になっているんじゃないでしょうか、はい、やっぱり元々その川もこう緩急を使ってあとコースを投げ分けていくタイプですもんね。そうですね、もっとやっぱりカーブを使わないとダメですね。ストレート1本で速いボールで抑えきれるほどの球威はないわけですからね、はい。3点を追いかける展開になりました千葉ロッテです。いい形で先制した福岡大栄現在西武そしてこの千葉ロッテと5連敗中の福岡大栄、まあ、その辺のゲーム差の話なんかをすると両監督に叱られてしまうんですけれども今日福岡大栄敗れると 1.5 差ということで ねそうですね。かなりこれは射程距離というか僅差ですよね、まあ、確かにそうなんですけれどもね、はい、まだペナントレース半分ですからね、はあ、あんまりその気にするなと言っても気になりますけれども、やっぱりその今現在のゲーム差というのは追っかけるもう下位の方から追っかけるチームはね相当気にしなきゃいけませんけれども、はい、上位でいるチームはそれほど気にする必要ないですよ。そうですか、とにかくもう勝てるゲームを確実に取っていくということですよね、はい、